皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が2月21日ということで、本日は赤い武蔵野線についてやっていきます。今回乗る新習志野駅始発の西船橋駅に乗っていきます。ちょうど3番線に京葉34編成の西船橋駅が停車してるので取り上げていきます。17時ちょうどに発車するので急いで撮影しますね。2番線に回送列車がいますね。こないだ京葉34編成の車内見たばかりだけど、本日も見ていきます。ちなみに京葉34編成が西船橋駅に充当された時は武蔵野線という表記になるんですけど、なぜか京葉線を表記してますね。前、新木場駅で見た時は武蔵野線って表記してあったのに。34編成は左派が多いんですね。私モア車が好きなので移動します。
西船橋駅に到着しました。本来京葉線の車両に武蔵野線という表記を紹介したかったんですが、残念ながら見れなかったということで、一応サムネでは武蔵野線表記にしときます。17時過ぎの西船橋駅初めて乗りましたが、武蔵野線と並走しながら入線することが分かったので、また京葉34編成が07運用に充当されたら撮影しようかな。これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。